まずその山口に来られてですね、まあ山口、まあ来る前の山口にどのようなイメージを持っていたか、それはチームということだけではなくて、山口というまあ地域ですね、地理的には多分だいぶこう離れているエリアで渡辺さんは活躍されていたので、まずこう山口に対するイメージ、そして実際にこう山口に来てみて、チームの印象ということではなくて、まあ生活されてみて、いろんな人とこう接せられて、この山口の印象ってどういうものなんでしょうか。長州。長州 まあやっぱそこですよね。歴史的なものはやっぱり一番最初にすぐ浮かびました。で、ちょうどまあ去年のコロナ禍で、Amazon プライムでいろんなもの見てたりしていて、で、そのまあ明治維新の頃の歴史って僕結構好きで、まあ坂本龍馬とかよく読んでいたんですけれども、まあそれでもう一回こう、なんかいろいろ自分でまあ本も読んだり、まあビデオで見直したりしたものは結構ある中で、あ、やっぱりその長州っていうところがすぐ結びついて、で、やっぱそういうものを考えると、まあ歴史的に見ても、いの一番にこう目線を世界に向けているというか、そういうものってこうサッカーを通してでも、なんかこう世界に発信できるというか、世界の窓には意外と近い、まあ地理的にも歴史的にも、そういう場所なんじゃないかなっていうふうには、まあ本当にイメージですけれども、思っていました。で、まあ実際こっちに来てみて、まあでも意外となんかこう、その昔のその長州気質に、僕が思ってるそういう長州気質みたいなものを、今いる山口の方に感じたことはあんまりなくって。でも多分それって表に出さないだけで、ものすごくこう、心の奥底には、まあ、ふつふつと、湧き起こっているものがあるんだろうな、というものも同時に感じたりはしています。瓦そばは食べましたか？食べてないです。最初に、本当それこそ、まあ、契約がてらというか、契約があって、家を探しに来たときに、もう本当に時間が短い中で、こちらの不動産屋さんの人に案内してもらっていた時に、その瓦そばってでも有名ですけど、あんまり食べないですよ、こっちの人はって聞いたので、ああ、そういうものなんだと思ったので、ちょっとまだ手はつけてないです。これ地元の沖永さんによると、山口のソウルフードなので、ぜひ一度試してください。で、感想をですね、聞かせてほしいんですよ、これを食べた上での。あれなんかね、バリそば？バリそば？そうですね。バリそばがなんかソウルフードだって、瓦そばじゃないですよって聞いたんだけ バリそばもソウルフードのようですが、実ど。なぜだ？は、やっぱり、なぜ山口がこういうそばの食べ方をするのかってのは、僕は今でも理解できないんですけれども、ぜひその問題意識を渡辺監督と共有したいなと思っています。承知しました。よろしくお願いします。では、じゃあ、早速本題の方に入って、じゃ、池達よろしく。ルクさんからも大丈夫ですか？うん。じゃあ、改めて、まず、じゃ、私からの質問なんですが、渡辺監督の本を読ませていただいて、ね、まあ、監督はその、選手の成長、チームの成長、クラブの成長っていう、まあ、ところを、まあ、監督としてこう伸ばしていくっていうところを、まあ、掲げられていらっしゃる監督で、で、まあ、本当、このロクダスのシリーズでは、その、レノファ山口っていうクラブが、まあ、こう、どう成長していくかっていうのをずっと、こう、まあ、見ていきたいなっていうのを思ってまして、その中で、こう、仙台っていう、まあ、J1 でやってたクラブから、レノファに来て、こう、どういう違いを感じた、どんなところがこれから成長できるのかなっていうところを、思っているのか、ちょっと、聞かせていただきたいんですけど。まあ、やはり、個人でステップアップする場というような、まあ、それまでの印象を受けていたのと、あとは実際にやっぱり、事実としてそういうものもたくさんあるので、
じゃあそこからこのクラブがもう一つ次の段階に入っていくためには何をしなければいけなくって何を目指さなければいけないのっていうものは感じていました。でそれはあの最初、まあ、社長と GM とお話をさせてもらった時にはっきりと僕はお伝えしました。でそこにはやはりこうクラブとしても J1 に昇格したいというまず思いがあるのとでそこに向けたしっかりとしたビジョンがあるのをあの強く感じたのでそこにはものすごくこうやりがいを感じましたね。ただもちろん、まあ、ビジョンがあって、そこに対する情熱があるからその通りすぐ進みますかっていうとそんな簡単なものではないんですけれども、でも何にもないところから始めるよりはそういうこう方向性があるクラブの方が間違いなく可能性はあるので、そこがまあ本当に僕がここに来た一番の、理由の一つです。でそういうものを考えるとここのクラブにはものすごく大きな可能性がある。で実際、まあ、目の前にいる選手たちも本当に真面目なんですよね。一生懸命やる。あの、まあ、もうちょっとなんかこうやんちゃだったりずる賢かったり、いや鍋さんそれ違うよって言ってくれるような選手がいてもいいかなと思うぐらいすごく純粋で真面目なので、まあ、もちろんそこは良さとして残しつつもう少しこう何か、自分たちで、決断できたりだとか、うん、自分たちで発信できたりだとか、なんかこうちょっとこう荒々しさみたいなのも生まれてくるとまた、次のステップに踏めるのかなというふうには今は感じています。あの昨シーズンがまあ J2 で最下位という、成績になってしまい、ね、そういった中でこう監督をやるっていうのは難しさは結構あるかなと思うんですけども、こう最初にチームを見たときに、あ、やはり自信失ってるなみたいなとか、そういうものって感じたりはしましたか？いや、正直ほとんど感じなかったです。まあ、おそらくそれは新しく入ってきた選手がたくさんいたっていうのもありますし、その中の、まあ、選手の多くは経験値の豊富な選手たちでしたし、そういうものを あまり感じなかったですね。ただ、まあ、もちろんこれからの方がまあ、シーズンいい割り必ずあるので、ちょっとこううまくいかなくなった時に、そういう、まあ、去年のようなその自信のなさっていうものが出ないように、しっかりとこう準備、まあ、準備とか備えをしていきたいなというふうには思ってます。渡辺監督 そのサッカーはこう言葉が結構重要だなっていうのを本を読ませていただいて感じたんですけれども、いろんなこう面白い表現がある中で、ねまあ、仙台の経験をこう、まあ、多分あの本からかなり、またご自身の中でも、なんていうんですかね、バージョンアップされた部分はあるんじゃないかなと思うんですけれども、もしそのこうバージョンアップされて、こう、レノファではあの本からさらにこういうところを上積みしようっていうものが何かこう、ありましたら、ちょっと教えていただきたいんですけれども。現状上積みをしたいところの、まあ、目線というか、はい、まあ、そういう一応設計図で描いているものはあるんですけれども、はい、やはりベースっていうものが大事になるので、ちょっとなかなかそこは一つ飛ばしではいかないなというふうには感じています。で最初は、まあ、レノファってこう戦術的なベースがしっかり残っているチームだっていうふうに僕は思っていたので、そこを一足、まあ、一段飛ばしてやれるだろうなって思ってたんですけれども、まあやっぱり実際やってみるとなかなかそうはうまくいかないものがたくさんあったので、ちょっとそこは少し、ベースというものを植え付ける方に今は時間を割いているところです。ただまあ僕の頭の中でも次々っていうものは間違いなくあるので、現状なかなかそこまでお見せすることはできてないんですけれども、まあなるべく早くそこの舞台にたどり着ければなというふうには思っています。実際その渡辺語というか、まあ、剥がすであったり切る、立ち位置、みたいなのって結構選手にレノファでもすんなり受け入れてもらいましたか？出てますね、言葉で。もう切れてるよ、うん、切れてるよって今日も言ってたし、うん、あとは解、まあ、放とかもそうだし、はいはい、うん、結構出てるのかな。あと箱っていうこともそうだし、はい、
もちろんそれまるっきり同じ場所とか動きを指す言葉っていうのはレノファにもあったんですよね。で最初は僕それを尊重していたので、はい、自分がこうまずそれを理解して、要は今まで既存の選手たちに対して新しいものにならないようにっていうふうに予習をしてきたつもりだったんですけど、はい、なるほど。やっぱこうとっさに出る言葉じゃないんですよ、僕の中で。あ、でそこを僕がいちいち頭で考えてから喋ってたらやっぱ遅いし、浸透しないんで、もうだったらもうごめんなさい、僕の言葉でいきますって言いました、まずスタッフに。なるほど、うん、はい。でそれでどん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 自分の言葉にしていった先に、まあ今だいぶその言葉で選手たちも喋ってくれているので、うん、そこは浸透してきているのかなというふうには思ってます。渡辺監督、やはりそのまずあるものをこう尊重してそこからこう組み立てていくっていうのがベースのやり方なんですかね。いやいや、もうそもそも仙台引き受けた時はそんなこと言ってられる状況じゃなかったのでもう本当緊急事態で何をしなきゃいけないっていうところが僕の最初だったので、はい、もう本当に、まあ、手探りというか、うん、必死な部分しかなかったです。ただ今回に関して言うと、先ほど申し上げたようにそのレノファには明確なビジョンがあって、でそこに共感した自分がいるので、だとすればしっかりとそこを私がまず理解をして、尊重して、進んでいくべきだろうというふうに思っていたので、まあ、そういうような今アプローチにはなってます。そして今シーズンちょっと前のところで、伺いたいんですけれども、まあ、監督就任が決まりまして、ね、おそらくその、まあ、編成についていろいろ話し合われたかなと思うんですけれども、我々はまあその清水秀人さんにちょっとお話を伺った時も、佐藤健介選手はやはり、監督の希望というか意向がかなり強いんじゃないかという、想像していたんですけれども、そのあたりいかがですか。